はい、皆さんこんにちは、アドブローです。今回も匿名のご質問にお答えしていきたいなと思います。今回はこちら、ウィルソンプロスタッフ 97V13 を使ってます。53歳男性です。それまではスチーム95、バーン95、ウルトラツアー95と使っていました。錦織ファンだからというわけではありません。スペック的にトップヘビーがきつくなってきたのでプロスタッフに変えました。ですが両手バックハンドにあまり合わないのと、もうちょっとアシストが欲しくて、ブレード98への変更を考えています。方向性は合っていますでしょうか、ということですね。はい、ということで今回この質問にお答えしていきたいなと思います。まあ、キーポイントになってくるのが、まあ、両手バックハンドの打ちやすさっていうところになってくるのかなと思うんですけれども、まあ、バーンとかスチームとかウルトラツアーとかって、まあ、基本的に95平方インチ、27.25 インチですね、ちょい長なんですね。で 16×20 のストリングパターンに、まあ、ラウンド系のフレーム断面、フレームの断面形状で、フェイスとしてはかなり細くて縦に長い形状になっているというところで、実際のところ市場的にはですね、まあわりかし売れてる、錦織選手の人気もあって売れてるラケットかなとは思うんですが、一方でかなり個性的なスペックだとも思ってます。その同等のスペックっていうのは他社からはほぼ存在していないので、もう本当に、唯一無二なラケットなのかなとも思ってます。で、まあそういったのもあるので、やっぱりその同じウィルソンであってもプロスタッフとかブレードを乗り換えても苦労しやすいっていうのは、まあ、少なからず起こりやすいラケットなのかなとも思います。で、まあ今回の質問に答えるにあたって、一応僕もですね、両手バックハンドを打つだけなら、まあそこそこできますので、まあ片手、との違いも踏まえつつ深掘りをねしていけたらなと思っております。で、まず結論ですね、なんですけれども、両手のその打ちやすさっていうのを考えるのであれば、正直ブレード98じゃなくてもいいんじゃないかなというふうに思ってます。まあ打ちにくさの原因とかっていうのが、まあどこにあるのかっていうのが、まあもちろんプレー見たわけじゃないので何とも言えないですけれども、ラケット的に考えるんだったら、やっぱりその剛性感とか、パワー感、まあ、あとはその飛び出すボールの感覚っていうところに問題があるのかなと思うんですね。で、やっぱりフレームの剛性、まあ、つまりそのしなりにくさっていうので考えると、バーンとかウルトラツアーっていうのはかなりしなりにくい。で、プロスタッフも、まあ割としっかりはしてますが、まあ、ブレードよりしっかりしているかな、ブレードは一番しなるかなみたいなね、順番になると思うんです。はい。で、そうなるとですね、まあ、今回両手にフォーカスをしてお話はしているんですが、まあ、バーンから少しこうしなりが生まれやすいプロスタッフに変えて合わなかった、じゃあブレードをしたらもっと飛ぶのかって言われると、もっと飛ばなくなるんじゃないかなと思います。で、感覚的にもちょっと合わなくなる、まあ一周してね合っちゃうみたいな奇跡はあるかもしれませんが、この質問文から、推測するには合わなくなるんじゃないかなと思いますし、方向性としてはちょっと違うんじゃないのかなと。アシストを求めるのであれば、しなりを大きくするよりはむしろしなりにくい方向に行く方がいいんじゃないかなと思います。はい。で、ここで両手と片手の違いっていうのをちょっと踏まえてお話をさせていただきたいなと思います。で、両手は当然、まあ、左右の手で握りますので、パワーですね、力っていうのが強くなります。で、スイング軌道は両手で持ってる分、まあ可動域っていうのが制限されるのでコンパクトになります。で、その代わりコンパクトなんですけど、強いインパクトですね、ちっちゃくこう当てて、ボールをしっかりこう球速を出すということが可能になります。で、一方で押す感覚っていうのは片手に比べると少なくなってきますよね。なので、まあ鋭くコンパクトで、強いスイングができるっていうのが両手の特徴なのかなと思います。で、一方で片手バックハンドは、利き手のみですね、で打つので、まあ、支持する力、ラケットを支える力っていうのは両手より当然小さくなります。で、その代わり関節の制限っていうのが少なくなるので、スイングの軌道っていうのが大きくしやすいし、まあ押すような感覚ですね、ボールを押して打つような感覚っていうのも出しやすいっていうところになるかなと思います。まあ一方で、あとインパクトの場所に関して言うと、もうピンポイントで捉えないとうまく打てないので、そういったところの難しさっていうのはあるかなと思います。
で、鋭くコンパクトで強いスイングだった両手に対して、じゃあ片手はどうかというと、まあ、ゆったり大きくダイナミックなスイングで打つことができるっていう、なんだ、打ち方なのかなと思います。で、両手に関して言うと、やっぱりその鋭くコンパクトでなおかつ強く打てるというところなので、剛性の高い、固めのラケットであったりとか長めのラケットっていうのはかなり扱いやすい、技術だと思います。バーンとかウルトラツアーとか、まあ、トップヘビーでちょいロングでもまあわりかし使えると、まあ、ただそれが辛くなってきたんで、まあ、どう変えるかっていうところが今回のテーマにはなるんですけれどもね、はい。で、まあ、ラウンド系のようなその剛性の高いフレームになってくると、コンパクトで強い当たりで球威を出すっていうのができるので、使いやすく感じられるんじゃないかなと思います。まあ、トップヘビーじゃなくてもチョイロングじゃなくても、まあ、剛性は出したいよねっていうのがポイントなのかなと思います。で、一方の片手になると、まあ、剛性が高くて固めのラケットとか長めのラケットっていうのはもう、かなりフィジカルがないと結構きついというか、なかなか難しい場面もあったりはしますという感じですね。弾いて飛んでしまうとなかなかタイミングが合わないっていう感じがあったりしますね。はい、なので、まあ、大体27インチのラケットに少ししなやかなフレームとかっていう風に選ぶ人は比較的多いんじゃないかなという風に思います。で、重さも活かしやすいので、いわゆるその310を超えるような重いモデルであったりしても意外と使いやすく感じる人がいたりもするのかなと思います。まあ、これは絶対ではないんですが、傾向として、まあ、いろんなラケットを打つとこういうような違いっていうのはあるのかなというふうに感じました。じゃあ具体的にどういうラケットがいいのかっていうところをちょっとお話ししたいなと思うんですが、まあ、やっぱり今回いただいた情報から察するに、まあ、剛性は高めに持っていく方がいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、ラウンド系で、まあ、フェイスサイズに関してはちょっと記述がないので特に分かりませんが、見るにあんまり大きくはしたくないのかなと思うので、100平方インチ未満で、まあ、イーブンバランスかトップライトっていうところで考えていくと、まあ、V コア98、まあ、僕が想定するのは前作のようなタイプですかね。割とシャープな打ち味があって、両手バックハンドも打ちやすいんじゃないかなと思います。まあ、あとはそれに近いようなスペックのところですよね。 FX500 ツアーとかピュアストの98、 SX300 ツアー、 T-Fightの300とか305、エレベートの98とかですね。まあ、比較的しっかりしたフレームで、まあ、いいんじゃないかなと思います。まあ、どこまでね、OK にするのかっていうところでも変わってくるとは思うんですが、候補としてはこんなのが挙げられるんじゃないかなと思いますね。で、ウィルソン縛りなのかどうか分かんないですけど、まあ、とにかくあとは体力とかに合わせて選ぶ。例えば100平方インチまで OK だよとか、重量をもっともっと軽くしても別にいいよとかっていうのがあるのであれば、また選択肢も、増えてくるのかなっていう感じですね。例えばウィルソンで言えば、まあ好みかどうかは別にして、ウルトラの100とか間違いなくアシストあるのかなとは思いますという感じなので、まあそういう選び方っていうところが現実的な落としどころになってくるんじゃないでしょうかというふうに思います。ということで、今回の動画のまとめいきたいと思います。今回は両手バックの打ちやすいラケットですね、乗り換えとかのところも含めて考えさせていただきました。まあ、バーンとかウルトラツアーとかを使っていた方がプロスタッフにして合わない、まあ、もうちょいアシストが欲しくて今ブレードを検討してますということだったんですが、まあ、両手バックハンドの特性とか、ラケットの遍歴っていうのを踏まえると、ブレードはちょっと方向性が違うんじゃないかなと正直思いました。はい、なので、まあ、シャキッとしたそのシャープで、まあ、ちょっと剛性があるようなタイプの中から、選んでいただくとフィットするんじゃないかなというふうに思いました。そんな感じです。まあ、かなり駆け足でやってきましたけれども、まあ、両手バックハンドと片手バックハンド特性も違います。まあ、両手に合わせたラケットを選ぶのであれば、個人的にはやっぱり質問の内容を踏まえても、ちょっとね、固めで、スパッと飛ぶタイプを選んでいただくと合いやすいんじゃないかなというふうに思います。はい、ブログの方ではですね、まあ、しなりにそのつながる部分での RH っていうところを一覧にしてまとめた記事もありますので、もし興味があれば概要欄の方貼ってありますので、そちらからチェックをしてみてください。今回の動画以上です。それでは。